そうだから目標スコア10点で見よう。10点取らなきゃいけない相手だし。そうやってちょっとモチベーション俺ら作ろう。残り8点っていう。そうめちゃくちゃ前から言っていいね。そうそう。あ、森下のとこ谷口カバー行って、後ろ。今日はキーパーシュミットだっけ？シュミットじゃない？今日誰だっけ？今日のキーパー。あ、大迫か。でも今左側に戻ってきたのにうまく蹴ってたね。大迫って利き足どっちなんだろう？アリソンよりうまかったっすね。ありがとう、教えてくれて。確執ない方の大迫ね。利き足右か。あ、じゃあいいキックでしたね、今のね。4-1-4-1で日本中盛り上がってますけど、守備時しっかり 4-4-2 です。うん。まあ、インサイドハーフのキャラクター的にね、そういう風に言われるんでしょうね。名称をかける燃える男。燃える男ってなんかふわふわしてんな、概念。名称の方は絶対使いたかったから、燃える男にしちゃった。